こんにちは。仕事に直結するプロライター養成塾の橋本彩子です。文章の構成ツールは使った方がいいのかっていうことをお伝えします。ライターさんは文字を商売道具にしておりますので、誤字脱字とか文章の間違いっていうのはあってはいけないことなので、クライアントさんに原稿を提出する前に構成ツールを使う方も多いかなと思うんですよね。構成ツール自体は使うことは別に否定しないんですけれども、それに頼りすぎると良くないよっていうことをお伝えします。一般的なワードなどの文章作成ソフトには、日本語の文章の構成ツール、スペルミスとか表記揺れとか間違いをチェックする機能がついてるかなと思うんですけれども、それがあるから安心と思って自分でチェックしないと、その甘さっていうのが文章に伝わってきちゃうんですよね。以前私は 5,6 人のライターさんに同時にある仕事をお願いしたんですけれども、その仕事っていうのが紙のテキストをデータ化する文字起こしをする仕事だったんですね。100ページから200ページぐらいのテキストをデータ化する仕事を 5,6 人の方にお願いをしました。ボリュームがすごく大きな仕事だったので構成担当もつけたんですけれども、だいたいそのミスの量、文字間違いとか打ち間違いのミスの量がテキスト1冊に対して5、6箇所が平均的な量なんですけれども、一人だけ500箇所以上ミスしてる人がいたんですね。他の人はミスしても5、6箇所なのに、なんで一人だけ500箇所以上ミスが見つかっちゃったのかっていうと、その500箇所以上の人っていうのはツールを使ってたんですよ。どういうことかっていうと、紙のテキストを文字にして書き写す作業だったんですけれども、その500箇所以上ミスしてた人はスキャンソフトを使ってたんですよね。そのスキャンソフトって何かっていうと、カメラのように紙の原稿を写し取って自動で文字をデータ化してくれるソフトなんですよ。名刺をスキャンするアプリとかってあるかなと思うんですけれども、他のミスが少なかった方は全部手打ちでデータを作ってくださったんですけれども、一人だけスキャンソフトで全自動で楽をしようとしたんですよね。納品をしてきてですね、500箇所以上ミスがあったので、結局私が全部作り直すっていうことになっちゃったんですよ。そういうことがあって、でライターさんによっても意識が全然違うんだなってことが分かりました。それでどうしたかっていうと、もちろん仕事として依頼をしているので全員の方に料金はお支払いをしたんですけれども、でもクオリティが全然違うのに同じ料金っていうのはどうなのかなと思いまして、結果的にミスの少なかった方はライターの仕事を継続的にお願いしたりとか、他のお客さんにご紹介させていただいたりしたんですけれども、スキャンソフトを使って自動で楽して納品しようとして500箇所以上ミスがあった方に関しては申し訳ないんですけれども、もう他の方にもご紹介できないですし、お取引も終了をさせていただきました。そういったことがあるので、ツールは最終手段だと思った方がいい。ツールがなくても自分の目視チェックでも完璧な原稿を仕上げる、自分の中でも完璧って思った段階でワードだったらワードの文章構成ツールも使ってみる。たまにワードのツールって意図しない表記揺れ警報みたいなのが出たりするんですけれども、中の赤線とか緑の線が引いたりとか、まあ、それもチェックする。で、一番ダメなのがそのワードのチェックツールのチェックが入っていて、しかも間違ってるのにそのまんまクライアントに出しちゃう。それをやるとクライアントからしたら、このライター本当適当なんだなっていうふうに思われちゃうので、絶対にやってはいけないことなんですよ。誤字脱字は絶対にやってはいけないぐらいの意識の高さを持った方がいい。お客さんに指摘された時は申し訳ございませんでしたって、も私がミスしましたと謝った方がいい。そこで言い訳とかしてると、この人プロ意識低いんだなと思われちゃったりするので、そこも気をつけた方がいいと思います。文章の構成ツールを使うとき、ソフトを使うときは目視でのチェックもしっかり行った上で最終手段として使うようにしてください。こういったライターの仕事術のノウハウは仕事に直結するプロライター養成塾でお伝えしておりますので、詳しくは YouTube の詳細欄にサイトの URL を記載しておりますので、そちらからホームページをご覧になってみてください。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。